サッカーファンの皆さん、こんばんは。本日は私、真鍋優が実況を担当いたします。アビスパがレイソルを迎えてエキシビジョンマッチをお送りします。この大きなスタジアムが狭く感じるほど多くのサポーターが応援に来ています。熱い思いのサポーターに見守られながらアビスパ福岡ピッチに出てきました。ホームのアビスパ福岡スターティングイレブンはゴールキーパーの塚本、ディフェンダーのビジャマジョール、森、岩井、ミッドフィルダーのフェルナンド、久永、藤本、石丸、上野、フォワードはユカノビッチ、山下。続きましてアウェーの柏レイソルスターティングイレブンをご紹介します。ゴールキーパーの南、ディフェンダーの萩村、渡辺、片野坂、沢田、ミッドフィルダーは明治、下平、加藤、フォワードのベンチーニョ、ストイチコフ、酒井。以上が両チームスターティングイレブンです。さあ、まもなくホイッスルです。ホイッスル試合開始です。前半45分始まりました。柏レイソルプレッシャーのかかるアウェーゲーム、プロらしい試合を期待しましょう。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。スルークリア、ナイスディフェンス。細かくつないで、そして執念を見せます。クリア、ここは回り込んでいます。ヘッドで流す、いい感じです。パスをつないでいきます。速いパス回し、ここからどう持っていくのでしょうか。大きく上げた、大きくクリア、どうにも攻めきれません。スペースを使われた、強烈な左足、ゴール、ゴール、ねじ込んだ、よく入りました。これはパワフルでした。柏レイソル先制のゴール。さあ、もう一度このゴールを見てみましょう。どんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。短いボール、ゆっくりとパスを回します。大きく前線へ、後ろに戻します。細かくつないで、クリア、攻めきれませんでした。積極的なディフェンス、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。タッチを割りました。さあ、スローインです。大きくクリア、守備には定評があります。通るか、大きくクリア、ナイスディフェンス。クリア、ここは回り込んでいます。クリア、どうにも攻めきれません。ここで前半終了の合図、アビスパ福岡追いつくことができるでしょうか。
キックオフのホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。後半どのような展開になるのでしょうか。アビスパ福岡オーバーラップが今一つです。そして一旦下げます。パスをつないでいきます。おーっとシュート、中に入れた、クリア、攻めきれませんでした。10分経過、クリア、フィニッシュの形まで持っていけない。これはチャンスです。うまい、決定的チャンス、ゴールラインを割りました。コーナーキックです。これは一つの山場になりそうです。面白いコースだ、高さがあります。クリア、ナイスディフェンス、速いパス回し、柏レイソルディフェンシブなフォーメーションを引いています。執念を見せます。25分経過、アビスパ福岡右サイドを意識しています。細かくつなぎます。短いボール、後半30分経過しました。フォアサイド、タッチラインを割りました。さあスローインです。残り10分、大きくクリア、ここは回り込んでいます。大きな縦パス、ゆっくりとパスを回します。後半残りわずか、さあ時間もなくなってきました。アビスパ福岡、サポーターの期待に応えたい。クリア、ヘッドで流す、後ろに戻して細かくつないで後ろへ競り勝った。そしてここで笛が鳴りました。柏レイソル、カラクも勝ちました。実況を忘れ、思わず応援したくなった試合でした。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。